昨日行われたサッカー J2 第24節。ファジアーノ岡山と蒲田マーレ讃岐は共にアウェーでの試合となりました。ここ15戦負けなしと絶好調のファジアーノ、 FC 岐阜を相手に序盤から攻勢に出ます。前半9分、コーナーキックから19番久木田が技ありヘッド。久木田の3試合連続ゴールで先制すると、その15分後、左サイドの突破から最後は26番田中。序盤から2点を奪い、試合の主導権を握ります。しかし前半41分に相手フォワードナザリトに1点を返されると、岐阜にペースを握られ、後半26分にまたしてもナザリト。ファジアーノは2点のリードを守りきれず、痛い引き分けとなりました。さあ、では続いてはサッカーです。J2のファジアーノ岡山は昨日アウェーで15位の FC 岐阜と対戦しました。ファジアーノは一時は2点をリードしましたが、痛い引き分けに終わりました。キャプテンは先頭に、2試合連続3得点と攻撃が好調のファジアーノ。3連勝を目指して元日本代表のラモス監督率いる FC 岐阜と対戦しました。してますからね。前半9分、コーナーキックのチャンス。前節も得点につながりましたが、ニアサイド、ドンピシャでしたね。飛び込んだのは久木田。久木田の3試合連続となるゴールでファジアーノが先制します。前には瀬野が抜け出していく。さらに前半24分、ナイスパス、シュートに行く、田中が決めて2点目。その後岐阜に1点を返されますが、リードして前半を折り返します。そして後半開始早々には瀬野、絶好のチャンスも元日本代表の川口に阻まれます。逆に後半26分、こぼれ球を決められ追いつかれてしまいます。ここは岡山、勝ち越したいファジアーノでしたが、川口の好セーブもあり、3点目を奪うことはできませんでした。ファジアーノ、前半のリードを守れず痛い引き分けです。リードしていた試合、追いつかれての引き分けということで、ちょっと痛いですよね。この後に響かないといいんですけどもね。では順位表です。ファジアーノの順位は変わらず、昇格プレーオフ圏内の4位、自動昇格圏内の2位松本山形との勝ち点差は10に広がりました。ファジアーノは次は来月3日、観光スタジアムで20位の東京ヴェルディと対戦します。